在日アメリカ人は、日本に一定期間在住するアメリカ合衆国の国籍を持つ人のことである。なお、アメリカ系日本人とは、日本国籍を取得しているか否かで異なっている。在日アメリカ人は5万1523人で、在日外国人のトップ10に入る。経営者や技術、人文知識、国際業務、法律、 会計業務などで働きに来ている人が多く、留学などで学びに来ている人も多いが、教育や宗教などを教えに来ている人も多い。アメリカン・ジャパニーズの旗2015年6月現在、日本に中長期に滞在している民間のアメリカ人は51,523人で、ある。そのうち永住しているアメリカ人やその家族は16,732人であり、 それ以外のアメリカ人が34,791人である。この他に90日以下の短期滞在や外交官が37,152人いる。なお、在日米軍の関係者は日本で外国人登録していないためこの中に含まれていない。日本に帰化したアメリカ人やその子孫、日米二重国籍者なども含めると実際に 日本に在住している人の人口は2倍近くになる。在日アメリカ人の男女比は67対33であり、20代と30代が多い。しかし世界平均と比べると50代、60代、80代の比率がわずかに高い。在日アメリカ人の約半分は就業制限のない永住者や定住者である。制限のある在留資格としては技術。 人文知識、国際業務七千五百五十五人、教育が五千百六十八人、留学が二千六百八十四人が多い。在日外国人の中で比較すると、教育や宗教家、工業や芸術、法律、会計業務が最も多く、教授や経営者も多い。在日アメリカ人の総数は、在日外国人の二パーセントに過ぎないが、教育や法律、 会計業務、宗教などに占める在日アメリカ人の割合は高い。この他に高度専門職27人も多いが、1位の中国は369人もいて引き離されている。2010年の在日アメリカ人の労働力人口は22,213人であり、失業率は5%だった。産業は、教育、学習支援業、サービス業、学術研究、 専門、技術サービス業、情報通信業、卸売業、小売業が多かった。2010年に外国語青年招致事業に参加したアメリカ人は2420人であり、内訳は外国語指導助手、国際交流員、スポーツ国際交流員だった。在日アメリカ人の居住地域は関東地方、近畿地方、中部地方が多い。 在日アメリカ人の家族の同伴率は世界平均より高く3781人が来日している。日本人の配偶者のアメリカ人は17%で世界平均より高く8724人いる。天保概念アメリカ人ナサニエル・セイバリー他欧米人5人と太平洋諸島出身者25人がハワイから 小笠原諸島の父島に入植している。正式に、アメリカ人の日本国居住が認められたのは、加盟6年の黒船来航による、日米は新条約以降のことで、初期の居住者は、外交官、貿易商人、宣教師などが主であった。明治維新後、親とい外国人と言われる、各方面の教師が来日するようになった。第二次世界大戦前には、 日系アメリカ人2世に日本の教育を受けさせるために留学させたが終戦後に帰米した者たちは戦時中の日本が行っていたとされる軍国主義の考えを持っていると思われ差別されていた戦後になって新たに来日するようになったのはスポーツ選手であるプロ野球選手、大相撲力士、プロレスラーなどが多数来日しそれぞれの競技市場に 重要な役割を果たした。日系人を除くアメリカ出身力士の幕内第1号は、ハワイ出身の神ウ山大五郎であり、大関第1号の小西八十吉、そして明けの太郎、武蔵丸光弘の野に横綱を出した。現在の相撲界が、ウィンブルドン現象と言われるほど、外国出身者前世を極めているのも彼ら、アメリカ出身力士の活躍が源流であるとされる。 プロレスラーの滞在は1回あたりは短期間であったが、アブドーラザ・ブッチャーのように初来日から40年近くにわたって現役選手としての滞在を繰り返しているものもおり、そもそもプロレス自体が日米対抗戦の形式で人気を得た競技である。1986年の調査ではアメリカ人の死亡率とはさほど変わりなかったが、 在日アメリカ人女性は脳梗塞での死亡率が上昇傾向あるという。1991年の在日アメリカ人は42,498人であり、1995年は43,198人だった。2000年の在日アメリカ人は44,856人であり、2006年は51,321人だった。 2000年に日本人男性と国際結婚したアメリカ人女性は202人、アメリカ人男性と結婚した日本人女性は1483人だった。2010年の在日アメリカ人は5667人であり、2015年は51523人だった。2010年の刑法犯は167件130人。 特別法犯は73件58人であり、祖母犯、窃盗犯、薬物事犯が多かった。2014年のアメリカ人の犯罪は、出店嵐万引き、障害が多かった。最近10年間で永住者が増加しており、1万512人から1万5758人に増加した。一方、 経営者は減少しており1160人から653人に減少した。報道も減少しており43人から23人に減少した。ありがとうございます。